1号艇海野ゆかり選手、2号艇岩崎よしみ選手、3号艇池田真乃選手、4号艇谷川理恵選手、5号艇森岡真希選手、6号艇三浦恵里選手、以上の6選手、皆様どうぞ盛大な拍手をお送りください。さあ、それではですね、早速1号艇の海野選手からお話伺っていきたいと思いますので、海野選手以外の5選手の皆様はどうぞおかけください。さあ、それでは海野選手、おはようございます。はい、おはようございます。さあ、今年はちょっと9月まで3ヶ月のブランクがあったということなんですけれども、はい、見事優勝となりましたね。はい、ありがとうございます。今節のここまでの船足の動きいかがでしょうか。4日目ぐらいからいいです、うん。まあ、ご自身でもしっかりと戦えているなという感触ですかね。はい。今日は朝スタートトークを行っていましたけれども、今朝の感触いかがでしたか。悪くないです。もう船足としてファンの方にアピールするところというのはいかがでしょう。全部いいと思います。もう全てがいい、はい。うん、優勝戦向けて、まあ、強いて課題を挙げるとすれば何かありますか。いや、特にないです。もうスタートもバッチリですか。まあまあ、ちょっとそこが気になるところですけど、多分大丈夫です。ちょっと新聞のコメントなどを見ると、足が良すぎてちょっとスタートが難しいというような、まあ4日目までのちょっと感覚と足がガラリと変わったので、はい、そこら辺の勘の修正だけです。うん、もうではそこだけしっかり練習すればもう何も不安はないですね。はい、はい。また大村は初優勝の水面ということになりますけれども、はい、印象としてはいかがでしょうか。はい、いいと思います。はい、それでは最後に優勝戦に向けてファンの方に一言お願いいたします。はい、久しぶりに優勝戦に乗ったので優勝して帰りたいと思います。応援してください。はい、海野選手でした。ありがとうございます。では続いて2号艇の岩崎よしみ選手にお話を伺います。おはようございます。おはようございます。さあ、今節4日目からは4連勝の戦いとなっています。はい、まあ、ここまで6勝を挙げていますけれども、今節の船足としていかがでしょうか。伸びを中心にバランス取れていい足してます。うん、はい。特に伸びがいい。そうですね、はい。もう優勝戦へ向けて今からの調整というのは。はい、そうですね、もう足自体はいいので乗り心地をしっかりさせる微調整くらいですかね。うん、今節準優勝進出戦で日高選手を破った時には、日高選手が本当に吉見さんが出過ぎていたという話をしていましたので、はい、その時はすごい伸びが良かったですね。まあ、それキープできていますか。そうですね、はい、できてます。もう、そして、まあ、前回の優勝もここ大村、まあ、2013年だったんですけれども、はい、岩崎選手も大村の水面はお好きですか。大好きです。大好きですね。はい、また今節スタートはいかがでしょう。そうですね、はい、大体勘通りにはいけてます。うん、もう10ぐらい狙っていきたい。はい、はい、そうですね。はい、さあ、それでは最後にファンの方にアピールをお願いいたします。はい、私もずっと優勝してないので優勝を狙って頑張ります。応援してください。はい、岩崎選手でした。ありがとうございます。さあ、それでは続いて3号艇の池田真乃選手にお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。さあ、地元から唯一の輸出となりましたね。はい、はい。まあ、昨日の準優勝戦は見事差しての勝利となりましたけれども、はい、はい。まあ、ここまで結構握って攻めていくパターンが多かったと思うんですが、昨日差した感触というのはいかがでしたか。あ、はい、差した感じも良かったです。まあ、もう本当展開ですけどね、昨日は。はい、まあ、ただ展開つける動きはあったということですよね。そうですね、はい。今節改めてこう船足のいいところというのはいかがでしょうか。そうですね、回った感じを含めてバランスよくいいと思います。はい、バランスよくいいということですね。どうでしょう、3号艇というわけになりましたが、やはり地元水面でここはもう思い切ったレース見せたい。そうですね、地元なんで、うん、はい。船足としてはもう十分にいい足ということですね、と思ってます。
まあ、今節あの3コースよく走っているんですけれども、3コースのスタート平均が今節こんな11ということでかなり決まってるんですよね。たまたまですかね。まあ勘通りは行ってます、はい。まあ、地元での走りファンの皆様も期待していると思いますので、最後にでは一言お願いいたします。地元なんで優勝します。お願いします。はい、池田篠選手でした。ありがとうございます。それでは続いて4号艇谷川理恵選手です。おはようございます。おはようございます。改めて今節ここまでの走りを振り返っていかがでしょうか。出足型です。あ、出足型、はい、ということですね。それはご自身の中でもう気に入っている船足ですか。いや、本当は伸び型の方が好きなんですけど、伸び型にできないようなペラだったので、もう出足型で行ってます。直線に関してはいかがでしょう。試運転するとちょっと分が悪いんですけど、本番は気にならないです。なるほど。またあの準優勝戦は2コースからまくっていったんですけれども、はい、まあ、4号艇という中でレースイメージというのはどのように考えていますか。本当は伸び型にしていきたいんですけど、ちょっと悩んでます。あ、ちょっとではまだ本番まで考えますか、はい、調整、はい。そして谷川選手、恵比寿吉和杯は前回覇者ということで、はい、あの時はあの1号艇から逃げてということだったんですけれども、はい、まあ、昨日恵比寿さんが来られていて、はい、昨年の優勝の時似顔絵をすごく喜んでくれたと言っていましたけれども、うん、書いたの覚えてるかな。今回もじゃあしっかりと似顔絵も手に入れたいですね、はいはい。では最後にファンの方に向けて一言意気込みをお願いいたします。はい、大村得意です。たくさん買ってみてください。はい、谷川選手でした。ありがとうございます。それでは続いて5号艇の森岡真希選手です。おはようございます。おはようございます。おはようございます。さあ、見事優勝となりましたけれども、はい、今節ここまでの船足としてはいかがでしょうか。はい、まあまあいいと思います。うん、特にどのあたりがいいというアピールポイントありますか。でも多分こう優勝戦の中に入ると、まあ、伸びるわけでもなく、回っても多分出ていくわけでもなく、平凡な足だと思います。そうですか。やはり優勝戦メンバーは船足仕上がっているなという感じです。皆さん、はい、ただ、まあ、昨日の前半レースは同じく5号艇から、はい、5コースからまくっての勝利ということだったんですけれどもね、はい、昨日に関してはやはり船足としてもいい仕上がりしていましたか。そうですね、はい、うん、まあ、でも走るメンバーだと思いますけど、はい、そうですか、はい。まあ、今日はまだ乗られてないですね。はい、乗ってないです、うん、はい。調整としてはどのように考えていますか。はい、プロペラをやっていこうかなと思ってます、うん、はい。もうそんなに大きなことは考えていないですか。うん、でもちょっと大きくやるかもしれません、はい。あ、そうですか、はい、乗ってみてそこは考えますか。そうですね、はい、うん。そしてスタートが今節かなり決まっていまして、平均スタートコンマ13と優勝戦メンバーの中でもトップの数字なんですが、はい、いかがでしょう。まぐれです。まぐれですか。本当に、はい。ただ、まあ、今節結構スタートは見やすいなというところもありますか。まあ、ちょっとなんかこんなこと言うのなんですけど、なんかなんとなくで言ってます、はい。なるほど。ただ、まあ、リズムとしてはいいスタートタイミングは。そうですね、そうですね、はい、はい。それでは最後に優勝戦向けて皆さんに意気込みをお願いいたします。はい、最後まで一生懸命走ります。応援してください。はい、森岡真希選手でした。ありがとうございます。さあ、では最後6号艇の三浦愛理選手です。おはようございます。おはようございます。さあ、見事に優勝となりましたけれども、ここまでの船足としてはいかがでしょうか。まずまずいってると思います、うん。昨日準優勝戦を終えてスキップしていたという話を聞いたんですけれども。そうですね、はい、優勝戦乗れて嬉しかったなるほど、はい。まあ、昨日あの前半レースで整備も施してということで、ではちょっと船足としても上積みあったんでしょうか。船足はどうか分からないですけど、乗りやすさはもう、はい、すごく良くなりました、うん。ではちょっと自分のレースができるようになった、行きたいところに行けるようになったんで、はい、はい。では、まあ、今日三浦選手もまだ船は降ろされてないですね。はい、まだ乗ってないです、調整の方向性としてはどうでしょう。あんまよく分かってないですね。あ、でも、はい、昨日のその乗り心地をもうキープしていきたい。そうですね、はい、うん。船足の上積みというのはここまでやってきてちょっともうなかなか難しいかなという感じですか。そうですね、こんなもんで、うん、はい。はい、またスタートについてはいかがでしょう。スタートもちょっとよく分かんないですね。ああ、そうですか、は
いろいろとまだじゃあちょっと課題はありますか。はい、うん、それでは三浦選手、あの大村の水面というのはいかがでしょうか。そうですね、乗りやすくなったんでまたちょっと好きになりました。ああそうですか、はい、まあ、でも賞金女王に輝いた水面でもありますよね。はい、はい、では最後にファンの方に向けて一言メッセージお願いします。はい、優勝できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、三浦絵里選手でした。ありがとうございます。さあそれでは改めて優勝戦メンバーご紹介させていただきます。まずは1号艇海野ゆかり選手、2号艇岩崎よしみ選手、3号艇池田志乃選手、4号艇谷川理恵選手、5号艇森岡真希選手、6号艇三浦絵里選手、以上の6選手で今日の優勝戦を争います。ぜひ皆さん熱い戦いにご期待ください。それでは選手退場です。さあ皆様、今日は最終レースまでぜひですね熱い戦いにご期待いただきたいと思います。